皆さんこんばんは。桜井穂乃香です。中学2年生の13歳です。よろしくお願いします。今日は最近ではないんですけど、多分皆さんに話してない話だと思うので、話したいと思います。話してたらすみませんでした。ちょっと前に体育大会があって、それで青組だったんですよ。で戦って、本当にギリギリで勝ったんですよ。でリレーで、ずっと私たちの学年は足を引っ張っただけだったんですけど、1年生と3年生頑張ってくれて勝ったんですよ。で天気が悪くて、その時に五色綱引き知ってます？あ、知らない。5本綱があって、本当綱引きみたいな感じなんですけど、3本取ったら勝ちみたいなゲームがあるんですけど、それが雨が降ってて、その地面が滑ってできなかったんですよ。で他の日にそれをやったら、それが得点に入らないって言われてたんですけど、そしたら3学年全部負けたんですよ、青組が。なんか結局負けてたんですけど勝ちましたっていう話です。すごくないですか？運命、奇跡なんですよ、ね、すごいでしょ。っていう話です。今日は手島葵さんのただいまを歌います。お願いします。